こんにちは。こんにちは。はい、またももはさんに来ていただきました。最登場で。はい、最登場で。今日はどんな体調でしょうか。今日は結構元気です。あ、今日元気ですか。はい、実はももはさんは、はい、あの撮影の以前撮ってた時から後も、はい、何度もね、リラック屋に来てくださってるんですよね。はい、で割とそれで、はい、良くなったっていう部分もありますかね。やっぱり足が変わりまして、はい、あの走れるようになりました。走れるようになりました。あ、よかったですね。転びにくくなりましたか。そうなんです。なんか転ぶとかつまずくのがすごい怖くて走れなかったんですけど、はい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 、最近は普通に走れるようになって。あ、すごいですね。変化が出ましたね、はい、人間になりました。はい、そうなんですね、はい、今日気になることとか、はい、例えばなんか肩が凝るとか、はい、そういうことがあればどうでしょう、教えていただいて。はい、昨日友達と銭湯行って、はい、あ、はいはいはい、あの髪の毛洗ってもらったんですけど、はいはいはい、その時に頭皮が硬すぎるって、はい、あ、頭皮が硬いって言われたんですね。なるほど。これじゃ頭痛するよって言われて。あ、そういうもんなんですかね。そうですね。やっぱこう、はい、頭皮硬い人ってストレス溜まってるとか、うん、寝不足だとか、うん、あの目が疲れてるとか頭痛いとか、はい、出やすい状態になってるっていうことなので、はい、あのやっぱりこう柔らかく揉んどいた方が楽になりますね、そういうことが。あ、たまにこう髪引っ張るんですけど、あ、関係ないですか、はいはい、あ、いやいや、あの頭痛の時に髪引っ張るのは結構あの解消法になりますね。あ、そうなんですね。はい、結構でもだから無意識にやってますよね、はい、人はそういう、こう肩凝ったらこう触るとか、うん、頭い痛い時にこうちょっと押さえるとか、ね、ちゃんとツボをこう意外と指がいっているっていう、うん、ことがありますね、無意識に。あ、はい、そうですね、はい、髪の毛切られて。そうですね、はい、かわいいですね。ありがとうございます。じゃあ今日はその頭が硬いって言われたっていうことを、はい、他にも何か気になる、例えば手足が冷えるとかあります？あ、でも冷えことしないです。あ、すごいですね、はい、まあ、例年は冷えてたんですね。冷えてましたけど今年大丈夫。今年は大丈夫で、でもタイツ入れてストッキングのみなんですよ、あ、今年の冬は。あ、前は寒いからタイツにしてたのに、最近そんな冷えないから。あ、よかったですね、この寒い冬なのに。そうですね。あ、いいですね、はい、はい、わかりました。じゃあちょっとまたお体見ながらということで、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。